ペッチャブーン県はタイ、北部にある県の一つ。ルーイ県、コーン県県、チャイアプーム県、ロップリー県、ナコーンサワン県、ピチット県、ピッサヌローク県と接する。ペッチャブーン市内は山に囲まれた、肥沃なパーサック川の流れる盆地にある。タイ国民から、タイのスイスと呼ばれる高原地帯で、カオコーナムナオなどの国立公園が点在する。毎年1月は、 タマリンドの収穫時期にあたり、ペッチャブーン産のマカームシートーンの品種は有名である。この時期スイートタマリンドの収穫を祝う祭りも開催される。盆地に位置するため、寒気の昼間は非常に暑くなる。特に4月は、タイの中でも一番暑くなる地域の一つで、平均最高気温が摂氏37.3度にもなる。雨季はおおよそごから10月中頃までの年が多い。昔は、 クメール王朝の地方都市でもあった。シーテープ歴史公園は11世紀のクメール王朝の遺産である。20世紀はロムサック県はペッチャブーンに編入された。この編入により、昔のタイの州制度下では一県が一つの州を形成する珍しい方になった。一県一州という特徴により、後の1915年のモントン解体でも最初に解体された県となった。 山脈にあることから、第二次世界大戦、ピブンソンクラーム首相の時に、連合国軍の万国空襲が激しかったため、一時首都を移転する計画がなされ、ペッチャブーンにその白羽の矢が立ったこともある。冷戦時には、高山などの山岳地帯に、ラオスや中国と行動を共にする少数民族の共産主義ゲリラが潜伏し、政府と衝突した。現在でも山奥に、 当時のゲリラの小屋跡が残る。高山町のゲリラ総統の急前線基地跡には、撃墜された偵察機やヘリ、被弾した装甲車などが展示してあり、当時の衝突を物語っている。1976年9月12日、ムアン村で鉄砲水が発生。死者、行方不明者39人。県庁、ペッチャブーン県は11の軍に分かれ、その下に117の町と、 1261の村がある。ありがとうございます。